空港があるリオネグロまでおよそ4時間半、およそ3000キロのフライトだ。キロマ機長とボイテア副操縦士はボリビア人のベテランパイロット、それぞれ6000時間以上の飛行経験を持っていた。チャレンジ格納。後ろには若い女性パイロットアリアスも控えていた。機体はアブロ RJ85 型、エンジンは4、燃費は悪いが安全性が高いと言われていた。初めて出る大きな試合への緊張と期待、まさか彼らに死が訪れようとは。キーパーのホルマンは仲良しのルチェウに声をかけた。こっちに来いよ。めぐみよ。この時すでに旅客機の燃料は尽きかけていた。管制塔、こちら2933。まもなく空港だ。管制官のモリーナが答えた。ラミア2933便、レーダーでそちらを確認しました。指示が出るまで上空で待機してください。了解。モリーナは上空待機を指示した。リオネグロの空港の滑走路は1本だけ。この時着陸の許可を待つ旅客機が3機上空を旋回していたのだ。待機します。仕方なく空中待機に入った。しばらくすると2933便から再び通信が入った。優先着陸を要請します。燃料トラブルです。それで優先着陸を要請するんですね。では現在の方位